can't begin to know when, but then I know it's growing strong. Was in the spring, and spring became the summer. ちょっとね、お話を伺ってみたいと思うんですけども、実際今日、リハーサルを、今日2日目なんですけども、やってみて、なんかすごい僕らは楽しんでるんですけど、なんか印象とかどうですか？そうですね、普段はやっぱりその歌の方はなくてビッグバンドだけで楽器だけで演奏しているので、なのでその分歌の方と一緒に演奏できるっていうのはすごく新鮮ですし、そうですね、それ分新鮮で楽しくできています。はい、歌との共演って結構少ないんですね。そうですね、あんまりなくてやっぱり楽器だけっていうのが多いので、またでもやっぱり演奏しているととても素敵な歌声で時々ちょっと聞き惚れてしまって入れない時とかもあったりするんですけど、でもそれも楽しいなって感じで。いや本当そうですよ。なんか僕らはいつもこのビッグバンドをイメージしてコーラスをやってるんですけども、その実際に僕ら正直僕らいらないわけですよ。その後ろでコーラスやってるサウンドをビッグバンド、本物のビッグバンドが再現してくれるわけだから、それさらにね、その掛け合い、またコーラスとビッグバンドの掛け合いがすごいエキサイティングな感じはすごい僕も印象として受けました。コンマスのお名前をまずお願いします。橋本優希と申します。橋本くん、はい。今回コンマスプラス演奏ということで、もうなんかこうまとめながら、そうですね、こう吹いてもらってるっていうのをですね、本当に頑張ってくれてるなっていうふうに思うんですけれどもじゃあ今回吹いてて一番なんかこうやってて楽しいなっていう曲ってどの曲ですか？僕はそのさっきリハーサルでもやったニューヨークが、はい、めっちゃ好きで、ブレイクから歌でこうやってアフタクトみたいな感じでバー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 ンってここに入ったところがすごい気持ちよくて、これはマジで本当にめちゃくちゃ好きな曲です。逆にちょっと難しいぞっていう曲ってありますか？あ、そうですね、結構ビッグバンドをフィーチャーさせていただいた、あれ待って、ザ・ウェイ・ルック・ツナイト、はい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 、ザ・ウェイ・ルック・ツナイトは結構早めなテンポで、しかもビッグバンドのサックスとかも結構難しい動きをしているので、練習するのも結構大変でしたし、でも出来上がりもすごいかっこよくなってるので、めちゃくちゃ聴いてほしいです。難しいからこそ出来上がりもやっぱりなんかこう出来上がってみるとみたいなところって、そうですね、きっとありますよね。一層充実感があります。何せ僕らも新曲という、しかも新曲なのに一番最後の曲っていうジャミンゼブらしいというか無謀な感じなんですけど、みんなと一緒にね、いい演奏ができるかなというふうに思います。はい、じゃあ最後意気込みをお願いします。はい、今回ジャミンゼブの皆さんと、共演させていただいて本当に本当に嬉しいです。で、皆さんにも、この4人の皆さんに負けないぐらい華やかな演奏をしたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。2回目もよろしくお願いします。おはようございます。会場の皆さんです。イエーイ、よろしくお願いします。Thank you.
僕がジャミン君です。